マルチ、サイトオール、スカイカメラとは、ライデン大学による太陽系外惑星を発見するプロジェクトである。各半球に一つずつ合計二つの施設が存在しており、それぞれが半球の大部分の短時間の露出による写真を撮影する。観測対象は死等級が8.4以下の構成である。北半球の観測はラパルマ島に設置されている。 ロケでロス・ムチャーチョス天文台で2015年2月に開始され、南半球の観測は、チリのラシア天文台で2017年7月に、ファーストライトが実施された。2017年7月17日、マスカラ -1B の発見が報告された。この太陽系外惑星はマスカラによって、初めて確認された太陽系外惑星である。マスカラ -1B は、 スペクトル分類が A 型の構成であるマスカラマイナス1の周囲を交点しているホットジュピターである。軌道は主成の時点とずれている。2番目に発見された惑星マスカラマイナス 2B もスペクトル分類が A 型の構成であるマスカラマイナス2の周囲を交点しているホットジュピターである。次の一覧は太陽系外惑星エンサイクロペディアのデータと 太陽系外惑星データベースに基づく、2021年5月8日時点で5つの惑星が発見されている。ありがとうございます。